汚して拭き取ったり拭き取る前にチョロくやないの。汚い、すでに汚い。いや、いいよいいよ。皆さんこんにちは、プラマイドルコースのキノです。今日も始まりましたムケッチ TV。 今日はですね、この前作ったガンダムヘッド、こちらのウェザリングカラーとして汚していこうと思うんですが、クヨさんから6月末に発売されるこちら、じゃん、透明すぎてよくわかんないと思うんですけど、この接着剤用筆というのを差し込んで、でこの子たちからこの筆で直接使って塗って汚していきたいと思います。この筆は10本で580円だったかな、まとめ売りされているような商品になるんですけど、まあこれ自体はよくしてよくして、こういうウェザリングカラーとかってこうね、上のキャップを取り外しても接着剤と同じ構造なのに、ここにね筆がついてないんですよね。そうなので、そこにこれをこうね差し込んでキュッと使える筆なんですよ。ほんと差し込むだけ、これでで、あれ中身が、あれ意外となんかこれでもうね使えると思う。おーおー、いい感じ、いい感じになったわ。一回装着した時には全然なんか新品すぎてくっつかなさそうなので、こう外すじゃん、キャップがついてるのでいらないキャップを外して、でここにこうねは、これちょっときついんじゃないかな、装着する前に一回振りましょう。というのも、今、わーってなった時は、キャップの裏側に、なんかね、これをさせる、ちょうどピンみたいなのがついてるんですよ、ここのね。そう、この穴が通るようなピンがあるんですけど、残念ながら塗料で埋まってたっていう。だから振ったら取れるかな。取れたんだ。この悲しいキャップ見て。中が。このままいってみようかな、デイって。あ、いけた。デイってやったら、ちょっと無理やり入ったわ。じゃん。で、こんな感じで差し込んで、で、もう一回、そうさ、キャップをはめ直してから、もう一回振ると。ウェザリングカラーは、まあ、汚すためにあるものと、フィルターをかけるものって、何種類か、めちゃくちゃ出てるんですけど、で、どれもこうやってね、ボールの音するじゃない？カチカチカチ。ボールが入ってて、まあ、結構粗い塗料が入ってるから、混ぜて使える。おー、いい感じ。ようになってるんですよね。なので、しっかりそれで攪拌しながら、このね、塗料を使ってもらえたらと思います。結構ね、固まるんですよね。めっちゃ固まってたわ。よく沈殿する塗料です。でも、こうやってね、装着してからちゃんと振ると、いい感じに、筆に馴染んで使えそうな感じ。なので、これをそのまま、この筆を使ってね、塗っていこうと思うんですけど、このガンダムヘッドちゃんは、見たまま、ツヤツヤなんですよね。ツヤツヤの時って、汚して、拭き取ったり、拭き取る前に、角が飛んでた、隣にアンテナ。そう、ツヤがありすぎると、拭き取る時とかにね、残ってくれなくって、なんかもう、元通りのこのグレーになっちゃうみたいなのがあるんですよ。なので、軽く、こうね、上から、こういうツヤ消しの缶スプレーだったりとか、ツヤ消しのコーティングにして、ザラッとした質感にしてから、塗っていこうと思いまーす。まあ、なので、台座はツヤツヤでいいから、置いといて、衣装。ちょっとだけ、こうね、せっかく外せるし。オッケー。まあ、こういう風に止めながら、ちょっとバラせなかったっけな、パーツ。ここは取れないよね。取れないんだよね、スライドね。最初からこうだもんね。まあ中まで汚すわけじゃないので、まあ、このまんまでもいいかな。ただこういうね、ツヤのあるパーツのところとかだけ、ちょっとだけね、マスキングテープとかでかけといてあげると、ツヤのままになるので、一回そうやってやってからにしようかな。マスキングテープと、マスキングを切るためのニッパー、マッパーを使っていきまーす。よいしょー。まあね、結構、あ、でも、カッターナイフでいったの早いな、これは。もうね、ザクッと貼って、ザクッと貼って、もうね、モールドぴったりに貼りますー。よいしょ。
で、型はこうね、あふれんばかりに型のそうモールにこう押し当てて、でこぼこをはっきりさせてあげましょう。で、そしたらデザインナイフ、これ100均のコスが抜ける、怖い、こっちやな。で、ここに当てながら、まあ切っていきますかね、いろんなところをね。まっすぐしか描けないからそんなにね丁寧に貼らなくてもいいかも。結構ざっくりです。私前からしかこうね、塗装スプレーで前からしか、まっすぐ前からしか描けないので、まあ横斜めとか正直見えないしねっていう感じでザクッと。でその後、あと目ん玉、これ目ん玉顔取れなかったっけ、どういう構造やったっけ、忘れた適当すぎて覚え出せないんだけど、あれどうなんだったっけな、どうなんだったっけまあいっか、奥まっとるけど、そのまま貼って、そのまま切って、お面玉を隠しましょう。やりにくいやんな、どう考えてもこれ。別に今回マスキングをしたかったわけじゃないんですけど、ただなんかね、こういうのをするとね、必要に迫られてしまいましたね、気づいたら。なんというの、おう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 、めくれとるやないかい、めくれとるやないか、消えてないやないかい、ここだ、雑にやりすぎまあね、本当は外してやったらいいんですけどね、もう外し方を考えるのめんどくさいという、こういう大雑把な私であります。いいんです、なんか全部が曇ったらさすがにそれはねかっこ悪いかなと思うんだけど、一部分だけだったら正直ね、すいません、そんな細かいの気にするのはよっぽどだと思います。私は楽に楽しいとこだけプラモしたいんです。色をのせるわけじゃないんだもん、ということで、かなりざっくりとしたマスキングを目なり頭なりしております。で、この子をもうこのままツヤを消してと汚していこうと思います。これはどこか、こっちこっちかな、重いね、これ持つのね、不安じゃ。よいしょ、これで服の不安、まあまあ仕方ない、ちょっと温めとこ。そしてダサーブースで缶スプレーをザザッと拭きます。その缶スプレーは大体の人はこうね、縦に振りたい、実際私も振るけど、こっちの日だけだとこのね、周りにね残ってるね塗料ちゃんはね、ちゃんと回れないんですよ。ちゃんとね、ちゃんと攪拌ができないので、このボールを利用してこうね回すようにしてあげると、ちょうどここをね取ってきてくれるので、その分ちゃんと曲がります。なんでこっちに振る気持ちもわかるけど、こっちもねちょっと回してあげるといいですよ。はい、だいぶこういったので、あ、いい音したね今。ではカンスプレー振っていきたいと思います。でカンスプレー振くときは横から横を抜けるようにかなり早く動きます。あ、待ってね、抜けるようにやらないと1回でこれ結構な量出るじゃん。1箇所にかかってると液垂れをしてしまったりとかですね、ムラなく塗るっていうのがうまくできなかったりします。なのでちょっと早めにこうやってスッと抜く感じでこうねかけてあげてください。よし、であとはドライブーツとかに入れて乾かして待ちます。こっちの子も一緒、ちょっとでかいしね、重いしね、怖いんやけど途中取れそう。くるくる回しながらね、徐々に塗っていきます。
時はちょっとしっとりしてるんですよね、かかってるから。なのでそれを光に当てながら、あ、ここ今塗ったな、ここ濡れてないなっていうのをチェックしながら、こうね、何回か、2、3回かけてあります。やっぱね、デコボコなので塗りやすい場所、塗りにくい場所があるんですよね、どうしてもね。なんかこうね、ちょっとテカッとツヤッとしてるんですけど、まあ言ってるそばから、あ、ここ分かりやすいね、かかってるね、そうそう、ツヤッとしてるんですけど、これかかってるからツヤッとしていて、で、実際時間が経ってくるとこの溶剤の成分が飛んでいってツヤ消しになっていくので安心してください。で、これを早く乾かすために揮発させようと思って、あーあー、使いそうだね、身長高いね、こんな感じで入れます。で、ちょっと乾かして今度は汚していきたいと思います。はい、では乾いてきたはずなので、よっこいしょー、はぁ、あ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 、あ、一部かかってないじゃないか、悲しいな。なんで、あ、でもいい感じ、いい感じ、いい感じ、いいじゃん、いいじゃん。はい、こんな感じでちょっとツヤ消しになりました。ここでさっきまでめっちゃテカってたけど、じゃなくなったでしょ。うんうん、いい感じ。ということで、ここからですね、今度はこの子はもう OK で、この辺ね、今回の主題であるこれ全部待ってる間に入れ替えておきました。じゃじゃーん、じゃじゃらーん、いいでしょ、よいしょー、よし、うん、じゃじゃらーみたいな感じで、はい、全部入れ替えておきました。まあ、入れ替えるの自体は本当にキュッて差し込むだけなのでめっちゃ簡単なので、そこからぜひねやってみてほしいなと思います。まあ汚す時にマスキングが全部ついてるとそこだけ違和感がある気がするので、私は剥がしてから汚したいと思います。ということで、ざっくりマスキングを外し、うん、そうね、ここだけツヤを保った状態になってます。いっしょー、いっしょー、よし、ではー、では一気に汚していきたいと思います。で、汚しながら墨も入れたいと思うんですけど、結構これ線が太いので、まあ、後でね、ガンダムマーカーとかで一気に引いた方がいいんじゃないかなぐらい、ちょっと太いよね、線がね、そうそうなのよね。まあ、ちょっとずつ汚してみますかね。いろんな色使っていこうかな、なんか茶色とか急に使っても楽しそう。よし、いいね、このね、開けるじゃん、いつもだったら筆が必要だったのに最初から筆がついてる喜び、すごいわ、これは嬉しいね。で、このままちょっと切りながら、こうね、乗せたいところとかにちょっとこう、どこ乗せてこう、あんまりガンガンいったらあれかな、どうしよう、迷いますね。こう、いろんなところにちょっと適化しながら、後でちょっと動かそうかなみたいな感じの乗せ方です、今。まあ、こんなざっくり乗せてていいのぐらい乗せてますけど、まあ、基本的にはこうモールドがあるところとかをちょっとずつこうね。でも線太いね、意外とこれね、こうさ、書いてみるよ、こうやってすって、ちょっと太くない？なんか面相筆ぐらいの細かいさに汚したいなっていう時はちょっときついかなっていう感触はありますね。うん、だけどそのまま使えるのはいいかもしれない。どうせ消すしみたいな人は私ぐらいざっくりこうね、べって汚してもいいかも。うん、まあね、まあ、ちょっと乾いてきたぐらいで一気にバーって落とそうかな思うので、とりあえずはこのまま楽に適化しながら、まあ多分ね、ざっくりやってもね、かっこよくなっちゃうんですよ、こういうのって。本当に不思議、汚しってすごいわ、ほんとそう。で、このままこうやったらまたあれでしょ、好き、めっちゃ楽やないの。で、他の色もなんかオレンジとかちょいちょい入れたよね、これね。何色からってこともないんですよ、実際ね、汚すときね。みんななんか結構グレーとかから始めますとか黒から始めますみたいなあると思うんですけど、結局なんか色が増えれば増えるほど絶対かっこよくなるので、こういう決まりとかじゃなくてさ、もうちょっとこう自由になんかあんな感じにしたいみたいな感じでわーって描いていくのはすっごい楽しいよ。そう、元
ごい、これ500円のキットだよ。見てね、そうそうそう、500円のキットはこうね、こうもうね、すでにかっこいいんだけど、いろんな色がのってるから、そう、いいよいいよいいよ、てん、汚い、すでに汚い、汚いお褒め言葉ですよ、いいですか皆さん、いいよ、そうなのよ、別にそんなうわーって思ってないから、これいいじゃん、フィルターの方なんですけど、黄色がちょっと乗ったら可愛いかなっていうだけの理由だけでちょっと入れてます。そうそうそう、ちょっと独創的よね、こんなにざっくり汚す人とかそういないと楽しいよ、あ、黄色面白いね、あ、いいねいいねっていうか、色がいっぱいこう増えてくのがもうすでにかっこいいやんな。そうそう、基本的にはこう適当にやってはいるんですけど、ただ縦は意識していて、こうさ、やっぱりこう立ってるものじゃないこの子って、だから下に向かって雨だったりとかなんか雫が落ちるだろうなっていうのだけちょっとね考えてはざっくりと。もう何がしたいかわかんないぐらいの、えへへへ、いいやろ、楽しいわ、こういうこういうね、いや、なんかもはや薄い絵の具のように使っている。で、どうしようかな、グレーも一緒にいこうかな、もうね、グレーも行こう、で、ここをこれをまたグレーでちょっとね、いや、これめっちゃ便利だわ、筆いらんし、混ざらんし、洗わんしでいいし、洗わんでいいなっていいよね、それはすごい、これをこっから後でこうさ、剥がしていくんやなと思うと、すっごい後が楽しみ、剥がした時にさ、いろんな色が残るんやなと思ったら、ヒヒヒヒですわ、本当に落書きみたいになってきた、え、楽しい、なんかもうね、なんかウェザリングの普通の絵柄じゃなくなってきてるから、もうね、私自由すぎても楽しいよ今。いや、いいよ、いいよ。なんか、こういう、絵画的になってきました。まさかこんなことになろうと。うん、かっこええやん。ね、これもっと色欲しい。ということで、青緑系もちょっとね、追加したいと思います。これもね、もうね、さっきの乾燥帳に全部筆つけたんですよ。で、送ったらもうそこいける感じになってる、いいね、すぐできちゃうよこんなの、いいよ、キャンパスが面白すぎて、なんかいろんなところにいる子を乗せてることがもう楽しいよ、うん、なんか後で剥がすの超楽しみ、いいよ、面白いよ、もうね、持っとこないねん、えいっ、なんかもしそうやって伸びてもあんま気にならないっていうか、さて、だいたい乾いてきたので、ここから綿棒にですね、薄め器っていうのがあるので、これをちょっとつけながらわしゃっとね、ちょっと取っていきたいと思います、こうにじませる感じね、で、いこうかなと思います。これがないとね、ウェザリングカラーはできない、これ大事、めっちゃ大事な子で、どこ持ったらいいかわからへん、まあ、なんか先に角行こうか、じゃあ角の色を持ってこうね、こう薄めてぼかしてあげるだけでも、こうなんか、あ、いいね、ちょっとフィルターもかかってるよ、ちょっと、うん、あー、いい、汚れてるわ、いいわ、もうね、この角のさ、ふわっとした感じだけでも結構いいんじゃない、ほら、ふわっとしてるでしょ、あー、ちょっとね、いや、面白いわ、こんなにカラフルに汚すなんて初めてだから、あ、もう今の状態でやばいっしょ、もうてってれーじゃーん、もうめっちゃなんかキバキバしい感じになってますけど、これがね、多分ね、楽しい。
で、もう思い切って取るので、もうね、ペタッとつけて、つけちゃって、で、これを持って上の方からなくしていこうかな。こうちょっと角を残しつつ、ね、落としながら、でもちょっとこう伸ばしつつみたいな感じで、こうなんかツヤ消しにした分は残りがいいんですよね。だから適当にこうやってこすってても全部が消えるわけではなくって、こうね、残りやすい分、ざっくりね、こう作業していっても、なんとなくこう色をのせたっていうのが残っていきます。ほら、なんとなく残ってるでしょ。金色味だったりとか、この辺黄色いし、この辺ちょっとオレンジになってるし、グレーもね、ちょっと入ってる、汚らしい感じ。いいね。で、あとは基本的に縦に下ろす。で、下ろしていくので、もう色がさ、こうね、こう滲むわけですよ。こんな感じで、ここすごい滲んでるでしょ。で、どうしてもこうね、下に当てていくと、こうやってさ、下に跡が残っちゃうさ。だからもう上の方から順にこうね、処理していく方が、なんか綺麗にしたのにまた汚れちゃったよとか、そういうのはあんまりない気がする。うん。でね、やっぱりこう綿棒が汚れてくると全然汚れが取れなくなるので、適宜変える、もうすぐ変える、すぐ変える。うわー、汚い、いい感じに、うわうわ、汚ー。 OK、 はい、こちらはまだいじってないんですけど、じゃーん、すごいさ、こんな感じでいろんな色をちょっと混ぜてるので、すごい深みは出たでしょ。そう、いい感じじゃないのこれ。どうよ、どうですか、どうですか。わ、いいわ。あ、つか、もうこれ、私こっちのこのままも結構好きだから、このままでもいいぐらいなんやけど、まあしゃあないよね、取らなかんね。うーわ、いい感じ。もう、マジで何色も入ってるからさ、うわー、適当にやったのにかっこよくなってる。だいぶ落ちてきましたけど、やっぱ濃いですね。どんな色乗ってるかな、全然なんかね、落ちていかない落ちていかないんだけど、でもね、汚らしくていい感じなんですよね、今ね。汚らしくていい感じってどんな褒め言葉やねんって感じだけど、うわー、いいか、めっちゃ汚い、だーん。いいでしょ。この辺とか分かりやすいかな。結構な汚さを誇っております。縦に汚いですね。いいですね。で、ちょっと余分なところをもうちょっとだけ細かくこうね、綿棒ちゃんで取りながら、ちょいちょいね、ここはちょっと大げさだなみたいなところを、こうな、綺麗な綿棒ちゃんでちょっと消しつつも、伸ばしつつも、うわー、汚い、ひたすらに汚いね、これ。うわ、かっこいい。え、かっこいいやん、すでにこう、なんかね、汚らしいと褒めてんねんけど、なんか褒めてる感じないね。汚らしい感じになってさ、いや、やっぱいいね、いろんな色がこう混ざって、うわってなってる感じ、すごいいいね。いい感じじゃない、じゃん。うん、いい感じで、ここまで切ったな。まだね、黒入れてなかったでしょ。黒はね、なんかね、墨入れいけそうな感じだから、墨入れしちゃう。このカラフルな上に黒を流しちゃうともったいない気もするけど、墨入れたい。流れていきます。まあ、ちょっとはみ出たところは後からこうね、ぼかしたり、汚れと一緒にこうね、なじませながらいくんですけど、あ、なんかこの辺見るほど薄いな。多分入れたので、あっ、OK、
ケー。まあね、ざっくり入れた感じですね。ダダダーン。で、これをまたこう綿棒ちゃんで染み込ませて、まあ、ちょっと伸ばしながら、いらんとこちょっと拭き取っていきましょうかね。いいんじゃないでしょうか。いいですね。やっぱ炭を入れるとね、こんな感じ。じゃん。めちゃかっこよくなります。大きい口するね。いや、いいね。こういうなんか、ね。ざっくりとした汚し方も楽しいね。じゃあ最後せっかくなんで白をポトポトとちょっとだけね、ハイライトじゃないけどちょっと落としながら最後ちょっと締めたいと思います。するんですよ。ここ今入れたんですけど、このねザラッとした質感の粉がなんかねこう 甘だれした後にこう残っちゃったかなみたいな感じが結構して好きだったりするので、ちょっとだけこう乾かした後にすぐ拭き取っちゃってちょっとザラッとさせたりとかするのはめっちゃ好き。白はね、なんか効果が違う気がするんだよね。なんかザラザラする質感もすごいし、うん、結構白が入ってこう、なんだろう、もうめっちゃ見えるね。もう白い線がすごい入ってるので、こう砂、粉々しい感じなんですよね、この白がね。なんかすごい汗た感というか、かいた感がすごいね。これがね、結構私は甘だれっぽくて結構好きだったし、でもあんまり嫌だなと思ったらこうね、最後指でなじませ始めるっていうね結構ね、なじむもんですよ。そうそう、いいよね。うん、いいね、いいね。あ、めっちゃ汚れた、いい感じ。砂もちょっとだけ白に入れたい。いいじゃん、かっこよくなったやん。あ、いいね。こう汚れた感すごいね。うん、オッケー。はい、ということで10本で580円のシュリー接着剤用筆を使って実際に汚しをしてみました。で、これね、接着剤用とか言いながらもうちのさ、こういうメタリックカラーだったりとか、こういうフィルタリングリキッドっていうものの蓋の裏にですね、筆がもともとついてないので、こうやってね差し込んでそのまんま色を塗れる状態にしてあげる方がより便利な商品なんじゃないかなと思いました。で、まあこれね、差し込むだけですぐ取り付けられて、で10本で580円だから、そんなまあね抵抗がないかなと思うので、まあぜひ全部にこうやって差し込んでもらって、自由な色をさっきみたいにね、塗りたくって塗りたくって塗りたくってで墨入れしたりとかいろいろして遊んでもらったらいいのかなと思います。ただこの筆が結構太いんですよ。まあなんか面相筆とかの方が細かい墨入れはしやすいのかなという感じでした。たださっきみたいにこうね、さっきみたいにここにね、バシバシ色を乗せてこう汚していくとかっていうのだったら全然使えるかなと思うので、まあ何よりね、もう一本色を変えるために筆を洗わなくていいっていうのがすごいいいところだと思うんですよ。なので今差し込んどいて、今回はこの色使います、この色使います、でこの色使いますみたいなのがすごい楽だなっていうのを感じました。なのでぜひぜひ持ってる分はね、どんどんこれで変えてもらって塗って遊んでもらえたらいいのかなと思いました。ね、普通に楽しかったんでね、
バシバシ塗れるっていいなってすっごい思ったの。でこんなに色いっぱい使って汚したの久々だわみたいな感じなんですけど、まあ、なかなか楽しいのでぜひやってみてください。こちらの筆は6月の中旬、下旬ぐらいに発売になると思うので、ぜひ店頭で探してみてください。ということで以上、まけんち TV でした。高評価だったりチャンネル登録、コメントもぜひお願いします。